はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、開発許可の申請書、これの記載事項について解説させていただきます。開発許可をもらうために知事等に対して申請を出さなければいけません。申請するんですけども、申請書、書面ですね、その書面に書かなければいけない内容について解説します。これも試験出てきてますので、ちゃんと頭に入れていきましょう。まず一つ目ですね、開発区域の位置、区域、規模、まずこれ記載しなければいけません、まあ、これは開発区域がどこなのか、まあ、開発行為を行う場所がどこなのかっていうものを特定するためなんですね。例えば〇〇市の〇〇地、〇〇町の1-1、これ位置ですよね、場所で、区域はここですよといった感じで示します。で、実際規模っていうのが、3000平米ですよっていうふうにやっておけば、あ、この番地で、あ、ここなんだなってわかりますよね。で、あ、大きさこれなんだなってわかるじゃないですか。まあ、このように場所をちゃんと特定して、どの区域を工事するのかっていうのを明確にしてくださいねと、というような内容になります。で、二つ目ですね。予定建築物等の用途。これも記載しなければなりません。実際にここ工事をして、じゃあここに何を建てるんですかということですね。開発許可を受けるそもそもの目的って何かというと、建物を建築する、工作物を建設する、これが目的なので、じゃあ実際にどんな建物、どんな工作物を作るんですかということを記載してくださいねっていうことです。具体的に建売り住宅を建てますよとか、あとは商業ビル作りますよとか、あとは倉庫を作りますよとか、まあ、倉庫とか、まあ、そういったところを書かなければいけません。で、3つ目ですね、設計です。設計、まあ、これすごくざっくりとした内容なんですけども、まあ、実際建築物の敷地何平米なのかだったりとか、公共施設用地何平米なのか、まあ、こういったことですね。まあ、ここではざっくりとしか書いてないんですけども、まあ、細かい内容まで書かなければいけません。で、この開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合は、この設計っていうものを有資格者がやらなければいけないんですね。つまり一級建築士だったりとか、そういった資格を持った人がこれ設計しなければいけません。これ逆を言うと、1ヘクタール未満の、まあ、比較的小さい、開発工事については、これ設計は有資格者じゃなくても大丈夫です。まあ、ただこれ有資格者じゃないから、まあ、どんな設計してもいいかっていうと、そうじゃないですよ。もちろん基準っていうものがありますので、ちゃんとその基準っていうものは満たさないといけないので、まあ、結局はこれ有資格者がだいたい設計をしてきます。ちっちゃな工事であったとしても、一応試験対策として頭に入れておくのは、1ヘクタール以上だった場合は有資格者が設計しなければいけないというところですね。で、4つ目が工事施工者です。工事施工者、実際に工事をする人が誰なのか、まあ、基本的には会社だと思うので、〇〇建設とか、まあ、そういうふうに書くんですね。で、これ申請する人と工事施工者同じ場合もあります。つまり〇〇建設がこの土地をバッて買い取っちゃって、実際に〇〇建設が工事するっていう場合もあるんですけども、例えば、建設業の免許を持っていない不動産会社が、ここの土地買って、で、実際工事するのは〇〇建設、そういった場合もあるんですね。なので、まあ、実際に工事をする人が誰なのか、実際に工事をする会社がどこなのかっていうところをちゃんと記載しましょうっていうことです。で、5つ目、まあ、その他の内容になってくるんですけれども、これは工事の着手予定日だったりとか、工事の完了予定日ですね。実際いつから始めていつ終わるんですか。まあ、これあくまでも予定日なんで、予定日を記載しなければなりません。そしてこの予定日、変更する場合もやっぱあるんですよね。梅雨の時期で雨の日が思った以上に続いた、だから、完了予定日がちょっと遅れますとか、まあ、そういった場合は変更の届け出をしなければいけません。これは届け出なんで注意しておきましょう。あの、許可までは必要ありませんので、届け出だけしてくださいねっていう内容ですね。これは前々回ぐらいの動画でお話しした内容です。まあ、なので、まあ、復習みたいな感じですね。で、ちょっと一つ言い忘れたんですけども、この2番ですね。この2番について注意点があって、それ何かというと、これあくまでも予定建築物等の用途だけ記載したらいいんですよ。用途だけ。つまり、具体的に何階建ての建物を建てるのかだったりとか、
構造は木造なのか鉄筋コンクリートなのか、そういったところまでは書かなくてもいいんですね。あくまでもこれ用途だけでいいので、もう住宅とかね、マンションとかビルとか、まあそういった形でもいいです。まあちょっと今回はね、細かく建売り住宅とかって書いてあるんですけども、まあそれより具体的な2階建てとか3階建てとか、鉄筋コンクリートとか、まあそういったものは書かなくていいので、その点は注意していただければと思います。で、その他理解してほしい部分については個別指導で解説させていただきますので、もし理解しながら学習したい、関連ポイントも一緒に頭に入れていきたいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。理解学習ができれば、宅建試験は1回に合格できる資格なんで、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。